千葉県千葉市中央部にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は根管治療後に歯がうずく原因と対処法ということで、お話ししたいと思います。うずく原因として考えられるのが根っこの治療、根管治療の最中に根っこの先を触ります。骨と歯の境目な部分を触ります。この辺ですね、見えますかね。周りが骨、歯があって根っこの先を触ります。ここまで治療しますが、その時の機械的刺激や、お薬で中を洗いますが、その薬の、影響、また最終、治療が終わる時に水酸カルシウムの、お薬を入れるのですが、それが染み込んでるようなうずく感じということも考えられます。だいたい 2,3 日もしないでそのうずく感じというのはなくなると思いますので、心配しないで、もし気になるようだったら痛み止めを飲むほどではないと思いますが、痛み止めとかで抑えていただければ問題ないと思います。詳しいご質問、ご相談はお気軽にメールでもして、メール電話でもしてください。お待ちしております。